はい、皆様こんにちは。お酒の塾長です。この度もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回は軽く一杯186杯目になります。日本ワイン、それも大阪のワインですね。早速飲んでいきましょう。その前にあれですね、今回背景変わってるのって皆様ご存知でしょうかね。ご覧になってちょっと気づかれたんじゃないかなと思いますが、ちょっとね、今回は実家の大阪の方でちょっと撮影をしておりますので、ちょっと背景が変わっております。そこでですね、今回からはまあ、なんか大阪関係ですね、関西関係、まあ今回っていうかこの背景からですね、それをちょっと中心にね、ちょっと録画していきたいなというふうに思っております。引っ越ししたのではありませんのでね、ご了承いただけたらと思います。はい、今回のお酒の紹介ですね、お酒の種類はワイン、赤日本ワイン、銘柄樽熟成のメルロー、アスカの秀逸畑から、原産地日本大阪羽曳野、酒造所アスカワイン、ブドウ品種メルロー、自社農園産メルロー 100% 使用、アルコール度数 12% になります。この羽曳野市っていうのはですね、読みにくいですね。大阪府の南東部に位置しまして、生駒とか四季とかですね、本郷葛城山、その山々に囲まれた加地平野の中にあってですね、東は二条山ですね、それを経て奈良県に接しているというところで、羽曳野中丘陵地帯というのがあってですね、そこでではですね、昔から農産物の栽培に適しておりまして、やはりブドウですね、ブドウっていうのは非常に有名、プラスですね、関西地区では最も多い生産量を誇るイチジクが特産品として有名なんですね。あと有名なのはね、世界でも類を見ない巨大な古墳ですよね。羽曳野っていうのは大小さまざまな古墳が密集する、日本有数の古墳群、古市古墳群っていうところらしいですけどね。そういうものがあって、有名なのは応仁天皇陵ですね。それが有名というところで、そういうね、土地になっております。日本ワインって言ったらね、山梨県、長野県、山形県、北海道が非常に有名なんですけど、大阪もものすごい実はですね、有名なんですよね。実はですね、この大阪のブドウ栽培というのは100年以上の古い歴史があってですね、ちょっと意外かもしれませんけど、昭和の時には全国1位の栽培面積を誇ったブドウ産地だったんですね。ということをね、大阪の人も知らないと思いますわ。それぐらいですね、大阪っていうのはブドウの名産地、ブドウがあるっていうことはですね、ワインが作られる、厳密に言うとブランデーも作られてるんですけどね。あとは酒税強化ワイン系ですね、そうですね、昔から有名なのは寿屋、サントリーですね、赤玉ポートワイン、今の赤玉スイートワインですね、その辺の、原料もですね、供給されてた地域っていうふうに思われますよね。でこちらですね、この、今回の、ワインのところはアスカワインになりますので、昭和9年創業のワイン専門メーカーですね。でこちらのブドウ園ではですね、全てがこれ私も初めて知ったんですが、大阪エコ農産物の認証を取得っていうことなんですね。これっていうのはね、ここに書かれてましたね、農薬とか化学肥料を5割以上削減っていうね、この可愛いなんか男の子の絵描いてますね。大阪エコ農産物というところで、農薬化学肥料の使用を、肥料の使用量を観光栽培の 5割以上削減しておりますというふうに書かれてまして、ここにいろいろ書いてるんですけどね、この有機堆肥のみの土作り、結構これ重要なんですね。化学肥料などは使用せず、ブドウの木の剪定の枝やブドウの搾りかすなどから堆肥を作って畑に返す循環型農業を行っている。
それに加えてですね、除草剤を一切使用しない創生栽培にも取り組んでいますっていうことなんで、これ結構素晴らしいことなんですね。やはりワインっていうのは、水使わないんでね、基本的にはね。水で、ブドウを洗うとですね、薄まってしまうっていうことがありますので、水を使わないで、ワインを作っていくんですけど、やはり農薬問題とか気になりますよね。ブドウに栄養を与えるためにね、栄養剤を与える。そうするとですね、草がその栄養を取ってくるので、除草剤をまかないといけないと。除草剤をまいて草がなくなっていくっていうことは、天敵も一緒になくなっていく、一般的な他のね、病気とかのですね、守ってくれるような天敵とかもね、いなくなっていくので、それでですね、強力な農薬を使わないといけないっていう、そのね、繰り返しなんですよね。全く使わないっていうのもなかなか難しいとは思うんですけどね、それをですね、少なくしている、ね、創生栽培をしてるっていうことは非常にね、大きい。別にこの、飛鳥ワインのみならずですね、他の日本全国でもそういうところが結構多くなってきてるんですけどね、逆に海外のワインとかはどう作ってるかっていうと、ちょっとね、オーガニックをとかワインを別にしてですね、なんて言ったらいいでしょうかね、やはりどうしても薬を使わないといけないところも多いんじゃないかと思いますので、こういうのを見るとやっぱ安心するかなっていうふうに思いますよね。ちょっといろいろ喋りすぎたんですけど、早速ね、ちょっと飲んでいくことにしましょうかね。はい、こちら樽熟成のメルローですね。フランス産オークシンダル仕様っていうことでですね、酸化熟成系ですね。そして、自社農園産メルロー 100%、メルローっていう黒ぶどう品種ですね。有名なのは、ボルドーですね。フランスボルドーのサンテミリオン地区。そして、日本ではですね、あそこが有名ですね、長野県塩尻。あとはそうやな、チリですね。チリもメルローっていうのは有名なんですけども、結構いろいろなところでね、このメルローを作られてると思うんですけど、このブドウ品種をこの大阪自社農園で作られてるっていうことですね。奥久保畑っていうんですかね、そちらで作られてるということですので、早速いただいていきましょう。さあ、抜栓していきましょうか。抜栓をうまく取るのを見つけるために、この前からちょっとアングルを変えてやってるんですね。ちょっと今回もアングルを変えてやっていきましょう。さあ、うまく開けれることができますでしょうか。では、ちょっと開けていきます。まずはキャップシールですね。キャップシールを取っていきましょう。はい、見えますかね。はい、このようにキャップシールをまずソムリエナイフの刃を使ってですね、開けていくっていうところがポイントですね。こういう風に取れたらまず OK ですね。ちょっとガタガタになってしまいましたけど、そこそこうまく開けれたんじゃないでしょうかね。そして、ソムリエナイフで、テコの原理で開けていきましょう。ちょっともうちょっと上の方にアングル上げましょうかね。はい、こちらの方スクリューを入れていきます。ちょっとそうやね、こう入れようかな。今日こっちの方がいいね。ちょっとね、斜めから入れるのがねポイントかなっていつも私は思いますね。斜めから入れて中央センターを目指す。はい、こんな感じですかね。そしてちょっと来た時に1センチぐらいまず開けてみましょう。どんな感じか。あ、こんな感じですね。こういう風に1センチぐらい開けまして、さらに奥まで行っていきましょう。そして、こちらをとっていって、この原理で開けていきます。はい、こんな感じに来ましたね。ここまで来たらもうちょっと、奥まで開けて、プラス手でもいけますね。こうやって手で、このように、抜栓すればスムーズじゃないでしょうかね。はい、こちらで抜栓終了しましたね。ちょうど飛鳥ワインのコルクになってますね。そうですね、コルクの匂いも非常にね、もうなんていうのかな、熟成した果実、黒果実系の香りがね、プンプンしますよね。いやー、素晴らしいですね。飲むのが非常に楽しみになってきたというところですね。さあ、またカメラのアングルを戻しましょう。はい、こんな感じですかね。無事に抜栓ができたと思います。はい、では早速飲んでいきましょう。こんな感じですかね、こちらからですね。これグラス違いですね、これはね。あ、綺麗ですね、やっぱりね。美しい、ピンクがかったガーネット系統ですね、これはね。はい、さあ、できましたね。
では早速外観から見ていきましょう。こういうイメージですね。そうですね、住んでますよね。住んでてさえのあるピンクがかったガーネットですね。年生は中央からやや控えめな感じですね。まあ、アルコール度数 12% っていうところから言うと、まあ妥当な年生なのかなというふうに思いますね。さあ香りを嗅いでいきましょう。ああなるほどね。ですね、黒系の果実系とですね、まあ、黒系赤系の真ん中あたりって言った方がいいのかな。ストロベリーよりもどっちかというとですね、ラズベリー以上のものっていうんですかね。あとはですね、チェリーとかですね、そういうものプラスですね、あとカシスまではいくかいかんかぐらいの感じのですね、真ん中な感じプラスですね、梅干しみたいなね感じとですね、あといい意味で土のような感じですね。そうですね、そして なんていうのかな、懐かしい田舎みたいな香りって言ったらいいんですかね、なんか村を思い起こすような、畑を思い出すようなね、そういういわゆるテロワールが凝縮されたような風味、気候風土ですね、テロワールですね、そんな感じがしますよね。そしてあとはそうですね、シンダルを使ってるので、フランス産のシンダルですね、オークダルですね、使ってるんで、ちょっとなんて言ったらいいのかな、バニラ系統とかですね、カラメル系統、あとちょっと抜栓したてなんでね、もうちょっと空気に触れさすとですね、もう少しいろいろ複雑な風味が出てくるのかなというふうに思いますね。さあ飲んでいきましょう。そうですね、いい意味で鋭い酸味がありますね。酸味とですね、甘みはどちらかというとやや控えめでですね、食事によく合いそうな、そうですね、これだったらそうやな、すき焼きとかですね、あとは味噌系のですね、そういう煮付け、甘辛のブリの照り焼きとかですね、そういうものと合わせたい。あとあれが合うな、意外にたこ焼きとかね、あとは焼き鳥のタレですね、そういうものともちょっと合わせていきたいなっていうふうに思いますね。そしてですね、日本ワイン特有、いつもこれ私言うんですけど、日本ワイン特有のですね、あーなるほどね、まったりとした旨味系統、そして柔らかな渋み、タンニンですね、うん、こちらもね、バランスよくですね、非常にまとまってるっていう感じしますよね。まあ、フランスボルドーのメルローとかって結構タンニンが強かったりとかですね、あとチリとかだったら、なんていうのかな、豆っぽいような、黒豆とかカシスっぽいような匂いとかしてですね、あと長野県のですね、塩汁のメルローとかでしたら結構黒飴とかですね、まあ、場合によってはナチグロ的なね匂いとかしていくんですけど、この大阪のこの羽曳野で作られたメルローっていうのはまたちょっと違った個性になりますよね。やはり日本は雨が多いで、高温あと多湿なんでね、なかなかなんていうかな、フランスとかチリとかで育ったようなメルローとはやっぱりなんていうのかな、環境が違いますよね、育った環境。本当に日本のね、風土がぎっしり詰まった羽曳野の風土がぎっしり凝縮されたものがこの、ワインに演出されてるっていうんですかね、凝縮されてる、今日は凝縮っていう言葉多いと思いますけどね、なんかそういう風には思いますよね。いや、なかなか素晴らしいっていうか面白いですね。日本ワイン、特に大阪ワインっていうのは非常にね魅力的だっていうことをね改めて認識しましたね。まあこれからちょっとがっつり飲みますんでね、非常に楽しみだと思います。はい、そろそろお時間になりました。この度もご視聴いただきましてありがとうございました。今回はアスカワイン樽熟成のメルローアスカの秀逸畑からを美味しくいただきました。今夜は赤ワインで乾杯。